皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。スーパーエイトや、スノーマン、など STARTO エンターテイメントに所属するアーティストが STARTO 法有名義でチャリティーシングル、We Are をリリースした。8月5日付のオリコン週間シングルランキングでは2位にランクイン。LDH 所属のアーティストに赤廃した。 かつては男性アイドル界で無双状態だった旧ジャニーズ事務所だが、近年は他のボーイズグループも対頭してきている。STARTO エンターテイメントは、旧ジャニーズ事務所の代わりとなるマネジメント会社として、今年4月10日より本格始動。今回の We Are はニュースから5月に CD デビューした A グループまで14組75名が参加するプロジェクトで、 作品の収益は年初に発生した令和6年のと半島地震の被災者に全額寄付されるというシングル配信ともに今年12月31日までの期間限定販売。We Are の CD は発売初日に14万4001枚を売り上げ、7月23日付のオリコンデイリーシングルランキングで1位に輝きました。2位は LDH 所属の若手グループ。 ザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブのシングル24から2ゴールドジェネシスがラインクイーンしていました。中でもファンが注目したのはその売り上げです。ザ・ランページのシングルは134,156枚を記録。We Are とはほんのわずかの差だったため、XQTwitter 上のファンたちも思っていたより差がなくてびっくりと驚いていました。 今をときめく、スノーマン、ストーンズ、何は男子、ら人気グループが歌唱に加わっている楽曲なのですが、芸能ライター。焦りを感じたのか、後に STARTO サイドは全国の CD ショップにおいて、特典がもらえるという抽選会の開催を告知。We Are を1枚購入すると1回抽選ができ、 当選者へのプレゼントはメンバーの写真を使用した B5 サイズクリアファイルか A4 サイズクリアポスターだった。同作の公式サイトでは抽選会の実施店舗と EC サイトタワーレコードオンライン HMV オンラインについてのお知らせも発売後に後出しで得点を追加した形だ。対するザ・ランページは7月8日から29日にかけて各地で ザ・ランページニューシングル24からつゴールドジェネシスリリースファンミーティングを実施。イベント会場で対象商品、同シングルを購入すれば先着で特典会に参加できるというイベントだった。会場によって登場するメンバーは異なり、ザ・ランページが3チームに分かれて全国を飛び回っていたのだ。このファンミーティングでの CD 売り上げが加算されたのか、 最終的に、ザ・ランページが STARTO4U を追い越し、逆転1位に。8月5日付のオリコン週間シングルランキングでは、ザ・ランページの24からつゴールドジェネシスが219,758枚を記録し、首位を獲得。STARTO4U の We Are は2位で初週206,569枚だった。 We Are の楽曲自体は CD リリースに先駆けて4月10日午後9時からデジタルシングルとして先行配信が始まっていたんです。4月10日付のオリコンデイリーデジタルシングル単曲ランキングでは1位につくも 6980DL ダウンロードという微妙な数字でした。その一方で7月30日付のデイリーシングルランキングではスノーマンのブレイクアウト 君は僕のものが初日83.4万枚も売れています。STARTO 税の人気が落ちたというよりも、今回はファンの間ですら楽曲があまり浸透していなかったのか。もしくは、グループ合同でのシングルは売り上げに貢献したいと意気込むファンが少なかったのかもしれません。どうなお、最近では CD 以外でも、 START 王制以外のボーイズグループの勢いを感じさせられる出来事が起きている。就職力で選ぶ大学、朝日新聞出版、という雑誌は、18年版に、トラビスジャパン、川島ノエル、当時はジャニーズジュニア画表紙に起用されて以降スノーマン、安倍良平、19年版、キングプリンス、長瀬連20年版、をはじめ、 大学に通っていたジュニアたちも抜擢されていた。昨年8月発売の就職力で選ぶ大学2024は立教大学法学部に在学中、当時、だったジュニア内ユニット美少年の浮所日高が表紙を務めている。ところが今年8月30日発売の就職力で選ぶ大学2025の表紙はサバイバルオーディション番組 プロデュース101ジャパンシーズン2から誕生した11人組ボーイズグループ INI の巨ト予言、シューフェンファン2。中国出身の元は慶応義塾大学を卒業している工学歴メンバーとあって、白羽の矢が立ったのだろう。CD のセールスを含め、ボーイズグループ界の時代の流れは確実に変わってきているようだ。動画をご覧いただきありがとうございました。 また次回の動画でお会いしましょう。